金曜日に気になっている7歳年上の女性とドライブデート予定です。気をつければいいことはありますかということですが、あ、ドライブデートか。なので、ドライブデートでぜひ気にしてもらいたいのは香りですね。はい。ドライブデートって密室じゃないですか。ね、車でこうね、行ってってのあると思うんですけど、結構香りが重要だったりとかします。やっぱり近距離で密室で長い間で一緒にいると、女性ってめっちゃ香りを意識します。どれくらいすごいかっていうと、女性にとっての香りって、男性よりもですね、その感覚が鋭くなっちゃうんですよ。だから、別にきつい香水をつけるのもアウトなんで、逆に言うと出てくときに、例えばほんとほら、玄関で、ちょっと自分の頭から斜め45度あたりのところに香水でシュッて、こう香りを撒いて、でそこうやってくぐるぐらいな感じでまとってぐらいな感じでいいです。ほんのり動いたら香るぐらいでいいので、体臭のケアは絶対しといた方がいいですね。実際女性は自分の好みの男性か好みの、男性じゃないかっていうのをですね、香りだけで判断できるって言われてるんですよ。実際にその、男性が着ていた T シャツのね、髪の破片をこうやって切り取って、で、瓶に入れるんですよ。で、女性に嗅がせると、どの香りが一番いいと思いますかってことを聞くじゃないですか。で、この香りがいい、二番目の香りがいいとか女性は言うんですよ。で、これと別に、その、T シャツを切り取ったその元の男性たちの写真を並べて、あなたはどの男性が好みですかって聞くと、最初に、T シャツの切り端だけで選んだ人と、その後、画像を見ながら、顔写真を見ながら選んだ男性が一致するんですよ。だから女性は自分の好みの男性を匂いだけで当てられるっていうぐらい、匂いに対して敏感なんで、香りのケアをしとくといいかもしれないですね。車の中はもちろん無臭にしたりとか、クリーニングしておくというのはですね、絶対にやった方がいいです。と同時に、まあ、匂いをがっつりつけて、芳香剤入れると頭痛くなっちゃう可能性があります。特に男性向けに作られるので、車の芳香剤っていうのは、だから本当にそれこそその、前日の夜とかに軽く香水を撒くぐらいな、ことはしてもいいかもしれないけれども、それ以上のことしない方がいいぐらいな感じなんで、体臭のケアとかした方がいいと思います。あとは、途中で寄り道して、その女性のために、スイーツを買ってください。初デートでスイーツを食べさせると、アドレナリンが出て、それがですね、二人の関係を近づけてくれるっていう研究とかあるので、絶対に買い食いとかで、スイーツを買ったりとか、ちょっと早めに彼女をね、迎えに行くと、いう時に、途中でその彼女の好きなスイーツ屋さんとかに寄って、スイーツを買って迎えに行って、あ、これ好きでしょ？ちょっと寝る道して買ってきたよっていう風に言ってあげながら、デート行くと、もう、そのままもうカーセックスって言っちゃった。そのまま、いいところで行けるんじゃないですか。はい。すいません。カーセックスって言っちゃった。いや、僕ね、免許持ってないんで、カーセックスってしたことないんで、してみたいんですよね。さすがに運転手付きの車でカーセックスするわけにいかないんで、はい、羨ましいな。はい。切り抜き、いかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらに、チャンネル登録の方もお忘れなく。それでは、バイバイ。